はいどうもナブチャンネルのタケちゃんです。今日はね、あの隣のアビツイさんから持ってきたね、アビさんから持ってきたブリちゃんね、はい、こちらじゃん、まん丸と太った天然のブリでございます。こちらをね、出雲のうちの、はい、じっちよっ、はい、じっちにおろしてもらいたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、よし、じゃあな、これ結構いいサイズなんだよね。天然なんだけど、とまんまるでさ、こう脂乗ってたな、ちっちゃな。これはうまいぞ。うまいぞな、うん、あ、まあ、あとちょっとおろしてもらってな、ちょっと試食もしてみたいと思いますね。よし、じゃあお願いします。はい、あ、立派なブリだこれ。あ、老眼ひどくてさ、これ指でへそを確認してる。いや、すごいな、アンブラ。いや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 、あ、すごいな、これマルキラブラじゃん。わあ、すごいすごい。よし、じゃあとりあえず腹抜いてからね、また動画の回したいと思いますね。はい、おい、じゃあね、あの腹の腹股の方取りましたね。はい、じゃあ、あとチュチュマグなんとかやってくれ。いや、すごかった女、これ油な。こことだけ見せっか、まると、これ肝が、あん肝みたいなんだよね。もうすごいよね、この油。やばいな、フォアグラだ、フォアグラ。よし、はい、ジッチファイトお気持ち悪かったと思なくて手だけ切んないようにお願いしますね。脅してやっか、俺。え、なに、木槌探してんだろ、木槌。え、おちょうど下でボンと畑や。本当はこういうことしちゃいけません。なぜか見てる方でおっかねくなってきちゃったの、俺。ちょうど骨のあいちゃな。あ、切れた、切れた。じじい、年は取りたくねえな。え、ああ、若い頃ならこんなのちょちょってやつだっけな。はい、にしたってな、本当に立派なこれブリだもんな。流しするそばから油出てくんな、これ。お兄ちゃん、もう脅し終わってから、おめえこんなの持ってきたってダメだ、おめえ。ひどいようだったから、ひどい、ひどい、ひどいようだけど、持ってくるの遅かった。実は死闘の末、なんとかブリに勝ったおめえ。すごいすごい。だこれはな、今からなんか綺麗にこう水で洗ってもらってな、血合い抜いてもらって、あと見下ろししてもらいますね。じゃあまた、あと、はいはい、じゃあね、お腹の方ね、きれいに水で流し終わったようでございます。よし、ちょっと水に止まってます。はい、長をきれいに洗ったようですね。はい、血合いの方もうまく取れたようです。はい、じゃあ、上手におろしていただきたいですね。大きさな、100円のハズキルーペみたいなやつな。よし。なんだ、悩んじゃったか。はい、開始。
あ、さあ揚げデビってどんな身していくかな。まあ腹見た時にはだいぶ脂ったから間違いなく脂はすごいと思うんだよね。まん丸食べして、背中の方は終わりますね。あと腹の方からな。いいぞ。もな簡単にやってるようだけどな。骨入んねえんだべ。ねえ、骨がだきてて。うん。骨知らねえもんな、俺には。あと、逆さ包丁でガーッとこいてください。息切れしてくる。そっから包丁いっちゃう。いや、尻尾持ってグーグーってこぐと取れる。うまいうまい。あ、ちっちゃい。うまいな。うまいもんだ。おらおら、うまいぞ。あ、数くれだったらだよな。このサイズだってやっぱりな。よしよし。うまくいったな、ほら。よし。うまいもんだ。母言っちゃってんだ。よし、うまいうまい。とりとり。どんな身ですか？そい、ドン。お、いいね。悪くないね。とり。悪くないね、これ。あ、これは、うん、すごいね。アンブラ乗って。すごいすごい、うまいと思う。これ、あ、これちょっとペロッと1枚つまみ食いしてみます。はい、いただきます。あ、うまい。見事だ。うん、見事だな。出るうまい切ったべ。うん、ここにな。うわ、全然大したもんだな。なあ、うまかった。なあ、ピラニア食ったみたいにうまいだめ。うん、大したもんだ、大したもんだ。じゃあとりあえず半分に下ろしたんで、あとこちらはご市販ミッツね、こういうビーッと裂いてもらってね、皮剥いで刺身用にしていきたいと思いますね。よし、じゃああと実はもう一息よろしくお願いします。はい、え、なんだ、独り言か。うん、水はあとなんだ、磨きで振ったら、ああ、こうどうしてこう取って、うん、半分刺身用に取っとくか。うん、分かった、何でもいい、とりあえず落としてください。うん、はいはい、じゃあお願いします。おいよ。じゃあね、さっき磨きにしてもらってね、はい、このようにね、水分拭うようにちょっとね、キッチンペーパーの方にくるんでみましたね。あとまだ半分残ってるんで、こっちの方もちょっとね、加工しやすいようにね、小揚げにしてもらいたいと思います。いや、すごいな、これ。とろだもんな、とろは。油がもうバンバンで。あ、ブリしゃぶとかしたらうめえな。しかし、天然だってこんなに油入んだもんな。すんげえうまそう。
ずは市販みたいな、あの真ん中から行ってもらって、ピーッとな。よしよし。うん。はい。じゃあね、こうやって加工しやすいサイズに切ってもらいますね。よし。あとじゃあちっとよ。ちっちゃあの刺身1枚ぐらい切って。うん。よし。じゃああと刺身できた頃だな。な、とりあえず身はこんな感じでね、加工しやすくしました。よし。じゃあまた後でね。はい。あいよ。じゃあね。あのさっき実にやってもらったブリの方ね、お刺身とかできたんでちょっと見せてみたいと思います。はい、じゃん。まあ自家用なんで今日タケちゃんの晩ご飯です。はい、ブリはお刺身にして、これはトロの部分、身の部分ね。あとなあお兄ちゃん、ちっちケチくせの名前カモン急切れてたのに、おめこれべ、あんな大きいブリのおめブリカバこんなちっちゃく切っちゃってよ、おめ食うどこねえよな、おめ、まあ、しょうがない、困ったな。あとはこれはお兄ちゃんの大好きな豚キムチです。はい、よし。じゃあね、今日の晩ご飯こちらでございますね。あとクイズマンだな、これ特製ブリキモ味噌な。じゃあお兄ちゃんがなんかブリの肝立派だからっつって、ブリの肝をこういびってフライパンで炒めてな、ほんで味噌と砂糖かでな作ってみました。よし。じゃあとりあえずあのお兄ちゃん実食してください。何からいきますか。魚だね。え、おめえそこは迷わず豚キムチからいったらいいかと思う。それは鳥だから、ね、あ、だから大鳥だ、大鳥。うん、ハラスとこ見んの。こいつはなハラスが真ん中だな、いいとこだと思う。どうだ、あ、それうまい。ハラスじゃなくても油入ってっぺ。うん、あ、俺、あ、でもこうやって見たら天然物の味してるけど、うん、でも油はたっぷりしてる。ここは可愛いね。うん、これ鼻の部分は、うん、養殖ってやってもわかんねえぐらい真っ白になってる油が乗ってて、やばいよな、うん、でも、ま、マグロで中トロだからな、うん、ことな。こっちの白いとこはマグロで大トロの部分だべ、うん、ちょっとこっちの白いの食ってみろ。どうだどうだ、どんな感じ。油がすごい。そしたらやっぱり踏んであればこのタイプが異常はいいってことな。まあここはだな、まあ俺こっちの方が好きだけど、あ、赤いところの方が好きだけど、これはちょっともはもう油すぎる、下痢する。汚ねえなおめえ、お食事中だおめえ、俺は食ってねえけどよ。また次あれがなんだ、釜だな、釜もんだと油バンバンだと。だけどよ、焼いてるからいきなりしょっぺかな俺おめえ。まあ全然しょっぱくねえけど。マジで、じゃあ油で流れちゃったんだな、だいぶ塩食ったんだ。おいつ塩の味何もかすけど、そんなに。あ、でもこれ、あ、梅べ、養殖のブリグレーのほんと油ある。マジで、だって身があんだからそうだよな。天然だけどよ、ほんとまん丸でよ、お兄ちゃんとかキメちゃんみてえ方でしたもん。これ何、あ、これあれじゃね、どうぞ。おめえなんだ、イカリアチョウスケ。違うのこれ。あいよー、え、次行ってみよう、次行ってみよう。これはブリの卵だな、卵な、卵も焼いてみたんだ。卵俺スープだからくちゃいけんね。え、だってうずら兄弟みんなスープだからな。どうだ、まあまあ卵だね、俺嘘つけねえから、美味しくねえ。うまくねえんだ。いや、もう基本的に卵食わねえべおめえ、うん、で、うん、あの焼いた表面は結構プリプリしたように見えるけど、うん、結構なんかぐちゃぐちゃな感じが、また火通ってねえの。じゃあ火通ってんだけど柔らかい。あー、掘り上げたら炭火になっちゃうもんな。あとは一粒一粒が、うん、卵が立ってんじゃなくて、うん、なんかこうグニュグニュグニュって火が通ったような感じの卵だから、わかるわかる、美味しいか方の卵じゃね、卵だし。言ってんのはわかる。うん、オッケー。じゃあなんだ。これ。え？これさ別に。これ。何？豚キムチ。ブリキムチ。いや豚食べ。美味しかった。
なあ、これはアンテナ美味しさだ。アンテナ美味しさだ。でもな、これあんただホイズが気になったんだよ。これが、うん、鶏の肝で作った、うん、肝味噌。なに、自信作か。自信作じゃねえけど。そうだ、初めてやってる。初めてやったんだ。うめえか。あんまりない。うまい。ほんとか、何の味する。味噌食べ。肝の味だ。そんなことった。でも臭みに言わんねかったら、うん、あれだよ、あん肝の、うん、あんことともやみたいな。ともやだけど、うん、まあそうだな、うん、味噌が大根入ってねえから、うんうん、あれだけど、ともやとか黙ってこしたらカニ味噌っていうやつもいいかもしれない。あー、エビ味噌とか、うんうん、舐めた感じ、なんかこんな感じだったもんな。そうそうそう、味噌系だから、肝の、うん、油の味噌系だから、うん、でも、思ったよりこれ美味しいです、うん、これやっとご飯誘うもんな、うん、だな。もしな、女の機会があったらぜひみんなもやってみてほしいね。まあなかなかブリの肝ってねえもんな。肝だけ売ってねえからな。売ってねえもんな、一般的には、はい、まあそういうことでね、はい、今回はね、こういろいろやってみましたね、はい、まあ一番変わってるのがこれだな、うん、この焼き魚なんてやな、刺身ドアイズは、ね、よく食うけど、ね、油もやってみたんだけど、油だけな、あれダメだ。まあそう、食って食いねえことはねえけど、つまんで食ったけど大変なことになったら、大変なことだね、あれ なあんなの、ゴルフボールぐらい食っちゃったら、うん、本当にギリ止まんなくなるぐらいのすごさだったから、まあそうじゃなくて知らないうちにむぐっちゃうかも。そのレベルだな。あれは食えねえな。じゃあいい、まあとりあえず今回ね、隣から持ってきたあの天然の丸々と太ったブリな、いろんなもの作ってみました。でもしね、食べてみたい方いたらぜひあの鍋ちゃんの方にいらしてくださいな。あっからな、待ってるよ、待ってるよ。よし、じゃあいかりや長介やり、そうやり、よし、ギュン、待ってろ。よし、じゃあそういうことで、じゃあね、またそういうことで会いましょう。はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。ダメだこりゃ。次行ってみよう。ひどいなおめえの。じゃあね。